メニュー1、スケア4人同時、1、スケア4人同時、コーン周りをコーチの目線で説明していきたいと思います。赤いマグネットが赤いコーンです。青が人です。緑がボール。4箇所に並びますね。この時に、ドリブルコーチの合図でみんなが一斉にスタートして、コーンを回って次のコーンのところ。また入っていって次のコーンのところ、まあ、みんな全体一緒ですね。でこの時に、コーチたちが意識していることはドリブルをしてきている時に次の人がどんな形で来ているか、正面だけしか見ていないと正面の人は見えるが、横からの人の入り方、次のスペースのある場所、そういうところを養えるように選手たちに声をかけます。ドリブルしながら次どこ見てる、次どこがある、そういうことを意識させて、行ってます。この時にもしこの人が来るんであればここで止まるのではなくて、じゃあちょっと自分でドリブルの角度を変えることでこの人がいなくなったスペースをまた使えてみたりとか、この人のドリブルのスピード距離によって自分がスピードを上げることで先にこのエリアを取れたりとか、そういうことが、求められてきます。さらに次の行く場所を指定することでその先の状況はどうなのか、スペースがないのかスペースがあるのか、それによってもドリブルの種類が変わってきますね。そういうことを意識しながら、ドリブル視野、ボールフィーリングを意識しながらやれるとさらに良くなると思います。どうでしたか？意識することでプレーの質は変わります。